同和対策事業の一環として、同和地区に設置される社会福祉施設の一種である。短縮して、教育集会所、あるいは単に集会所とされることもある。また地域や自治体の別によっては、同和対策集会所、人権教育集会所などとされることもある。多くは、公民館風の小規模な施設として存在しており、その名称として、同和地区名が管されている。 同和教育集会所は地方自治体が個別に定める条例により設置されるものであり、その扱いについては自治体の別による相違が見られる。代表的な同和向け社会福祉施設として林保館が挙げられるが、例えば福岡県内のある自治体においては林保館のうちで常駐の自治体職員を設置していないものを集会所としているが埼玉県のある 自治体においては指導員とされる自治体の職員を設置した上で、同和対策集会所としている。また同じ福岡県内の別の自治体では、ある同和地区内に林保館と教育集会所が併設され、共に自治体の職員を設置している。条例文に明示されるものについては、自治体の別により微妙な相違が見られるものの、同和問題の解決を促進するためという点では、 あらかたの一致を見せている。例として以下のようなものが挙げられる。対象地区住民の集会施設として利用される。ありがとうございます。